マ研究家の中澤武史です。このチャンネルではいろんなユーマの話を紹介してきて、まあ世界のね、いろんな国で目撃されているユーマの話も紹介してきましたし、日本ね、日本ってユーマの話すごい多いんですね。あの日本各地で目撃されているユーマの話も紹介たくさんしてきたんですけれど、まあこのチャンネルをまあ本当最初の頃からずっと見てる方は、ある疑問を持った方おられないでしょうか。ある一つの場所で目撃されてるユーマの数なんかやたら多くないかっていう、その日本でここで目撃されたユーマがいたんですって話をした時に、ここで目撃されてるユーマ多いなっていうのが、あったかなっていう思うんですけど、それが茨城県です。この茨城県で目撃されたユーマっていうのはすごい多くて、でこのチャンネルでも、いろんなね、茨城県で目撃されたユーマの話を紹介してきたんですけれど、ではなんで茨城県っていうのはこんなにユーマの話が多いのか、自分はですね、茨城県でユーマの話、目撃が多い理由っていうのは、3つあるかなと思っていて、これはまあユーマの話が多い条件みたいなものがいろいろあると思うんですけれど、そのうちの3つが茨城県にはぴったりと当てはまるので、結果的にユーマの目撃が多くなり、ユーマの話たくさん伝えられて、ユーマの聖地とも呼ばれる場所になっているんだと私は考えております。ユーマの目撃が茨城で多い理由のまず1つ目、これはやっぱり自然が多いっていうことですね。やっぱりユーマっていうのは基本動物で、まあ未発見の動物なので、まあ山の中とか湖とか海とかね、まあなかなかその人の目が届かない場所が必要なわけで、世界中で目撃されているユーマっていうのは大体自然豊かなところで目撃されているんですけれど、まあ茨城県っていうのはやっぱりね、緑も多いですし、まあ海もありますので、まあ自然が多い、まあこの自然が多くなくちゃ、まあやっぱユーマの話っては出てきません。これは1つ目の茨城でユーマの話が多い理由だと思います。そして2つ目、これは妖怪の伝説が多いっていうことですね。こういうユーマの話っていろいろ調べていくと、まあ今はね、ユーマイコールまあ動物、アニマルとしか、まあ認識してない方多いと思うんですけれど、まあこれ海外でもそうなんですけれど、まあネッシーとかは、ネッシーって名前がつく前からネスコには巨大な怪物、精霊のようなものとかね、まあ神の使い、まあ、聖人のような人たちが撃退できるような魔物のようなものがそもそもそこにいたみたいな伝説が伝わっていて、で日本でも、まあ、川とか沼にはその沼の主とか湖の主とかがいるって話がたくさん伝わっているんですね。でユーマが目撃された場所の歴史を遡っていくと、そのユーマっていう言葉、まあ例えばイッシーでもクッシーでもそういう名前で呼ばれるものが話題になり出す前から歴史を遡っていくと、その湖にはまあ巨大な主のようなものがいるっていう伝説とかが残っていて、でこれ結果的に、その昔は主と呼ばれていたもの、妖怪と呼ばれていたものが今ユーマとして呼ばれているんじゃないかっていうふうにまあ考えられるわけですね。だからやっぱりユーマの話があるっていうところは、まあ妖怪とかの伝説が多く伝わっているところなんだと思います。で、この自然が豊富で伝説も多い、こういう場所っていうのは、まあ世界中、日本にもまあたくさんあるんですよ。だからこの2つの条件っていうのはその茨城県以外にもたくさん当てはまるんですけれど、茨城にはもう一つ、ユーマが現れやすい場所のポイントがもう一つあるので、これは結構、レアケースになるのかなと思っています。その3つ目の、ユーマがの話が多い理由というのが、科学都市があるということですね。1つ目の、ユーマの話がたくさん伝えられる場所の共通点として自然が豊富っていうのがあって、自然が豊富な場所と科学が発達している場所っていうのは相反するようにね、受け止めてしまう人が多いんですけれど、ユーマの話に関して言うと、まあもともとね、地球上に存在した未知の生物もいるんですけれど、もう一つのカテゴリーとして、まあ都市伝説的な話になるんですけれど、
まあ科学の暴走、まあ陰謀の話なんですかね、その我々民衆には伝わっていないところで、極秘裏に行われている生物実験のようなものがあって、まあ遺伝子操作のようなものがなされて、まあそれによって生み出された怪物のようなものが、まあ施設から脱走とかをして、それが目撃されてユーマとして伝わっているんじゃないかって、まあ有名どころで言うとチパカブラとかはね、そういった都市伝説、まあ科学の暴走によって人類が生み出した生物なんじゃないかみたいな話もあって、まあそれが本当かどうかは別として、いろんな科学研究をしているところが、施設があると、まあユーマの都市伝説っていうものが生まれるんですね。だからユーマの話っていうのが広まりやすいんだと思います。ですので茨城県というのは自然が豊富、妖怪の伝説がある、そして、科学研究技術の、まあ、都市がある、科学研究の施設があるという3つの、ユーマの話が、たくさん伝えられやすい、理由があるという、これは全部揃っているので、それはやっぱりまあユーマの話がねたくさん出てきて、当然、もう選ばれるべくして選ばれた、ユーマの聖地が茨城県なんだと私は思っております。茨城県にはたくさんの都市伝説が伝わっているんですけれど、ユーマの話に非常に関係が深い都市伝説だと思われるものが、まあ、先ほどもありました科学研究施設が、いろいろ密集している、茨城県のつくば市に伝わっている都市伝説の一つで、つくば市の地下には地下都市のようなものがあるっていう都市伝説があるんですね。これもアニメとか好きな人にまあ伝わりやすいような例えを出すと、まあエヴァンゲリオンのもう第三神道教師みたいなもんですかね。地下にいっぱいビルとかが、もう街があるみたいな、そういったものが茨城県のつくば市の地下にはあるっていう都市伝説が、ずっと伝わっていて、まあ、この地下に都市みたいなのがあるっていうのはアメリカでも、そのそれこそエリア51っていう宇宙人を隠蔽している、ね、政府が隠蔽しているっていう都市伝説でも、まあ、アメリカの空軍基地の地下にもう都市のようなものができてるみたいな話があって、まあ、都市伝説の中ではまあ定番なんですけど、それが日本でも伝わっているのが、まあ、この茨城県のつくば市なんです。でこういった都市伝説って、まあ、都市伝説自体が全部、まあ、基本そうなんですけれど、まあ、知り合いの知り合いが言っていたとか、ね、親戚の友人のさらにその知り合いから聞いたとか、基本的にはまた聞きなのが都市伝説なんですけれど、この茨城県のつくば市の地下に都市のようなものがあるという話に関して言うと、僕はまた聞きではなくて、本当につくば市の地下に行ったことがあるという人から実は話を聞いたことがあるんですよ。だから都市伝説の中では珍しい、知り合いの知り合いから聞いたじゃなくて、直につくば市には地下に何かがあって、そこに俺は行ってきたんだっていう話を僕は聞いたことがあるので、世にある、まあそれこそ木更木駅とか犬鳴村とかよりも、これはもしかしたらリアルな都市伝説なのかもしれないと思って、ちょっとその時の話を、簡単にご紹介させていただきたいと思います。僕にその話を教えてくださった方はですね、今は別の仕事をされているんですけれど、若い頃はですね、建設の、まあ、バイトっていうかね、建設のお仕事をしていたらしいんですね。で、いろんな工事現場とかに、お仕事で行かれていたんですけれど、そのお仕事の中で、茨城県のつくば市の地下を、地下都市を作る工事の、バイトをしていたらしいんですね。で、その方が言うには、つくば市の地下には、もう、戦車が何台も走れるような巨大なトンネルがたくさんあって、まあ、実際に戦車が走っているところも見たらしいんですけれど、さらに、その地下にねトンネルがあるだけじゃなくて、見たこともないような不思議な生き物をたくさん見たらしいんですね。どういった生き物かというと、目が3つある猿とか、大きさが2メートルぐらいあるネズミとか、あと足の数が異様に何本も足が生えている鶏とか、まあ地上では見たことがないような生き物をたくさん見かけていて、これはその僕に、筑波の地下で工事をしていたという方が言うには、あんな生き物が自然にいるとは思えないから、筑波市の地下では遺伝子操作でいろんな生き物を作ってるんじゃないかと。で、その証拠として生き物以外にもその方は地上では見かけられないような珍しいものを見ていまして、それが巨大なイチゴなんですね。でっかいでっかいイチゴがあって、もう
もうどこのあのスーパーの野菜売り場とかあのスイーツ売り場に行っても売ってない、こんな巨大なイチゴがあって、でそれをね、あのバイトしてるその方も食べていいよって言われて食べたらしいんですよ。でっかいイチゴこうかぶりついたんです。そしたら今まで食べたどのイチゴよりも甘くて美味しかったっていう、すごい本当に美味しかったんだよって喋ってくれたんですね。でこれはあのまあ、先ほども話したように、あの知り合いの知り合いが筑波の地下に行ってたとかじゃなくて、僕は実際にそこで工事の手伝いをしてたんだよって言ってた人から聞いた話なんで、あの僕もやっぱ一概にね否定はできないし、そんなのただの都市伝説でしょうとも言えないので、非常にワクワクしたんですね。で、あのここで重要なのはその、まあ、でっかいイチゴとか目が3つの猿とかね、2メートルのネズミ、足がいっぱいあるニワトリもそうなんですけど、遺伝子操作で、まあ、植物とか生き物に関する実験をしていたということは、まあ、それこそあの映画のねジュラシックパークとかジュラシックワールドのように、古代生物の DNA からその大昔の生き物を復活させるような研究もしてたんじゃないかとか、まあこれはその地下に行ってた方が言ってた話じゃなくて僕の想像なんですけれど、そういう可能性もあるんじゃないかなと思うんですね。なんでそういうことを今あの仮説として提示したかというと、まあ茨城県といえば、まあ茨あのこのチャンネルでも紹介した茨城のユーモの一体なんですけれどってね、今年まあ見事新聞の記事としてもこうでっかく紹介されました、あの牛久の上空を飛んでいるプテラノドンのね写真が撮影されていて、まあ僕も何度か探しに行ってる。やっぱりね、日本ってユーマの話は多いんですけれど、恐竜とか恐竜時代の巨大生物の生き残りと言われてるユーマの話ってのはあんまりないので、まあこう関東でね、そういった話があるって言ったら、やっぱりすごいワクワクするんで、何度も探しに行っているんですけれど、ただ、まあ僕は、まあもちろんね、これ、撮影されたものが、カイトとかね、プテラノドン型のラジコンとかも現実に存在するんで、ただそれが撮られただけっていう可能性ももちろんあるんですけれど、ただまあ本物のねプテラノドンが飛んでいる可能性もやっぱり僕は何パーセントかあると思って探しに行っているんですけれど、ただそのプテラノドンが今でも生き残っている可能性があると考えている僕でも、まあこれがねアマゾンの奥地とかアフリカのジャングルとかだったらともかく、茨城県まあ自然が多い田舎とはいえ、僕も茨城出身なんでわかるんですけど、牛久も何度も行ってるんでわかるんですけど、プテラノドンが生き残っていたら絶対に捕まってるし、もっとたくさんの人に目撃されてるし、写真も撮られまくってるはずなんですね。でもまあ現実にはプテラノドン見た人、まあもちろん何人かはいるんですけれど、まあほんの数名程度ですし、写真だって本当に数枚しか撮られていないっていうのは、やっぱりプテラノドンが普通に恐竜時代からずっと生き延びてるっていう可能性はかなり、てかまあほぼゼロに近いと僕は思うんですね。でまあいろんな仮説は考えられるんですけど、そのうちの、まあこれが本当にプテラノドンの生き残りだとしたら、牛久の近くには筑波があるわけですよ。だからその筑波市で、まあ、その遺伝子操作で巨大なイチゴとか三つ目の猿とかを作ってるような実験が本当に行われているんなら、まあ、古代の生物を復活させるようなジュラシックパーク、茨城ジュラシックパーク的なものが本当に行われていて、筑波市の地下から脱走したプテラノドンが、まあ、牛久で撮影されて、その後、まあ、筑波の職員さんに捕まって、また筑波の地下に隔離されてるから、まあ、その後は目撃がないとかね、そういうような、可能性もあるんじゃないかなと僕は考えております。さて、今回のね、この筑波の地下には、まあ、地下都市のようなものも巨大なトンネルとかたくさんできていて、もう見たこともない生物が大きいイチゴとかがいっぱいしまわれていたみたいな話をして、これは、まあ、いわゆる、キサラニ駅とかみたいにね、ネット上の匿名の人が書いた話とか、あと知り合いの知り合いから聞いたような普通の都市伝説と違って、一応当事者から僕は話が聞いてるって話を知ってたんだけど、先ほどからずっとね、その当事者の方の名前を出してなかったんで、本当にそんな人いるのかって疑ってる方もいると思うんですけど、ここからちょっとね、その僕に情報を提供してくれた、方について、最後にちょっと、本当にそういう人はいたんだっていう、だから、まあその、マタギキとか、匿名の人から聞いたような都市伝説とは違うんだぞっていう話に、ちょっとさせていただきたいと思うんですけれど、この実際に筑波の地下都市の工事をされたという方は、まあ、その時はね、建設の仕事をされていたんですけど、実は今ね、お笑い芸人さんをされていて、モノマネ芸人になっています。
で松山千春さんのモノマネがすごいもう得意で、まあ、松山千春さんから公認も受けているモノマネ芸人の方で、坂東太郎さんという方なんですけれど、以前にあの都市伝説を語るライブみたいなものがあって、そのライブに僕も出演していて、坂東太郎さんも出演者だったので、楽屋でね実はその話を初めて聞かせてもらったんです。あのライブ中その話をしたわけじゃなくて、楽屋で、まあ、僕が茨城出身っていうのを聞いて、あ、中澤くん茨城なんだね、実は僕もね茨城で、まあ、昔その芸人やる前に建設の仕事をしてた時にこんなものを見たんだよって言って、その筑波の地下都市の話を教えてくれたんですね。で、その後もね坂東さんっていろいろあの都市伝説詳しいんで、僕にいろんな情報提供をくださって、非常に僕にとってはあの恩のある芸人さんなんですけれど、実は、今2022年だから、3年前か、今から3年前、2019年にたまたま、テレビの、それもお笑い番組じゃなくてニュース番組を見ていたら、その僕に筑波の地下都市に行った話をしてくれた方の名前がニュースでバーンって出てたことがあったんですよ。で非常にあの僕にあの筑波の地下行って巨大なイチゴとか未知の生物、あの三つ目の猿の話とか教えてくれた人の名前がニュースに出てる、どういうことと思って、もしかして筑波の地下の真相がついに明かされて、今ニュースであの俺が寝てる間にそれがスクープされてたのかのってすごい興奮して、もうその人の名前が出てるテレビ画面をわーってもう集中して見たら、その頃2019年ってのはあの吉本興業の芸人さんの、あの闇営業騒動みたいなのが起きていて、あのまあ、いわゆる反社の方々のやってる営業に芸人さんが、まあ、あの吉本さんを通さずに営業してたというのは大変問題になっていた時期だったんですけれど、その時に、まあ、その時問題になった、まあ、その反社の方々の営業に出ていた芸人さんの中に、スリムクラブさんがおられたんですけれど、そのスリムクラブさんにその反社の方々がやってる営業を紹介して仲介した方が、僕に茨城県のつくば市の地下にはこういう都市があって、それの建設現場を手伝いしてたんだよって言ってた方だったんですね。つまりまあね、この、まあ、このニュースをね、僕どう受け止めればいいかわからないんですけれど、まあそういう、まあ、いわゆる、まあ、反社会的グループと言われている方々と、まあ、ルートを持っている方が、僕にそのつくばの地下の都市伝説を教えてくれたということを、ちょっとねどう受け止めればいいか、僕の中でも難しいので、ちょっとこれ人によって受け止め方変わると思うんですけれど、だから逆に言うとその日本の闇とか裏社会とも付き合いのある方だからこそ、このつくばの地下のことも知ってたっていうのも、より説得力が高まるという考え方もできるかもしれませんし、まあ、違った受け止め方をする方もいるかもしれませんが、とにかくね、つくばの地下に、都市があって、実際にそこに行って、そこの建設の手伝いもしたという方自体は、実在するということは、ここで中澤武史は断言したいと思います。本当につくばの地下には、都市があるのでしょうか、三つ目の猿いるんでしょうか、真相は、現時点では闇の中であります。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。